さんこんにちは。グッドタイムリビング亀戸の片岡です。本野です。小林です。今日はグッドタイムリビング亀戸の散歩コースを車椅子目線を交えてご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。外の散歩コースにはいろいろな障害があるため、いつもより車椅子をゆっくり押すことを心がけています。居心地はどうですか？ゆっくり進んでくれてるので安心です。このように段差がある際には後ろの足元のレバーを踏んで前輪を持ち上げるようにして移動しています。ここは傾斜のある坂道ですが大丈夫ですか？今は上りなので大丈夫ですが、下りの時は必要に応じて後ろ向きに下がったりブレーキを使ったりします。安全第一で進んでます。ここからは散歩コースの見どころを紹介します。この橋は江東区と江戸川区をつないでいます。橋の上からスカイツリーがとても綺麗に見えるので撮影スポットになっていて、ドラマの撮影なども多く見られます。夜になるとライトアップされたスカイツリーも綺麗だよね。うんうん。あとは触れ合い橋も季節によって8パターンの色にライトアップされていて、色が変わったなって気づくよ。ゲストハウスからゆっくり歩いても5分程度で到着する亀戸中央公園です。大きな公園だよね。野球場とかテニスコートとかもあるし、数千本のサザンカが有名なんだって。ケアマネさんからおすすめの皇帝ダリアを見に来ました。背丈は4メートルぐらいまで成長し、花はピンク色で15から30センチほどの大きさとなります。亀戸中央公園からお散歩コースの紹介でした。ご覧いただきありがとうございました。